というわけで、ブラジル散歩です。ここファビアが勤めている市役所、ブラジル中の、ブラジル中じゃない、マリヒア中の、学校の、なんて言いますか、食事を司るところですね。給食の事務をしております。散髪しまして、おー、びっくりした、遅いよ。どうでしょう、さっぱりしました。アーモンドっていうところに今行ってて、結構散髪してもらったらヘフォルマーって改装してて、女性用のとこでやってもらいましたけど、そしたら御門徒さんではないかな、でもよくお寺にお参り来てくださる方にお会いしました。ああ、いやいや、気持ちよかったです。散髪するとちょっと気分も良くなりますね。久しぶりの昼、ブラジル散歩ですね。ブラジルでもシェルがあります。 5.89 リアル、シェルはね高い方なんですよ。でもね信頼性がある。エタノール、ブラジルならではのエタノールが 3.79 リアル、だいたい6,370円、4,320円ぐらいでしょうか、日本円で言ったら。でもまあブラジルのこの木からすると、なんて言うんですかね、高く感じます。あ、ここにもっと近くで書いてある、ディーゼルがね7リアルって。ディーゼルが高くなってね、もう何年前かな、値上げしてからトラック業界が起こって暴動じゃないけど道を閉鎖してね、大事になったことがあります。はい、ここはマリリアの中古屋さん街ですね。中古、日本と違って中古高いんですよね。これ何遍も言ってますけど、なんでこんな高いんかなっていうぐらい中古車が高いんですよね、ブラジルは。不思議です、安くならないですよ。もう平気で5万キロとかね、7万キロ走ってても大して安くならないですね。その代わり自分の車の値段も下がらないですね、中古で売るときに。日本とは比べるものにならないぐらい高く売れます。それも不思議ですね。多分国があんまり値段下げないようにしてるんかなって思います。新車が売れるようにでしょうか。ちょっと怖いな、あっち側行きたいんだよね。おー、びっくりした。犬です。やっぱり番犬飼ってるところが多いですね。そっちの方は泥棒が防げるんで。僕の車も13万キロになりまして、まあ来年には14万キロになるでしょう。当然毎月800キロぐらい走ってる、もしくはそれ以上、そういう計算になります。もう5年、丸5年になりました、この8月で。懐かしいね、アラサトゥーバとかね、ペレラバヘッド行くことになって、その往復ですね。それでそのマーチじゃとてもきついっていうことで車買い方ですね。またマーチも中古で買ったんですけど、それこそエンジンがしょっちゅう壊れるようになって、それでこのエチオスに変えたんですよ。このエチオスですね、この位置寄せないけど同じ。お、 BYD 中古車、すごいね、ミニやねこれ多分。ということで値段書いてないですよ、交渉しないといけないんですけど、それがきついよね、やっぱり交渉するのって。ファビアの娘さんが自分で中古屋さん回ってこの買い替えてましたけど、この前
なかなかね、その言葉が話せるからといって、ブラジル人だからといって、そのネゴシオっていうんですけどね、うまくいくとは限らないんですよね。だからあの娘はようやり手やなと思って、家も買ったしね、すぐ講談に応募してゲットして、そういう才能があるかもしれない。いや暑いね。あ、暑くなったんですよ急に。まあブラジルは冬なんですけど、今日は暑いんですよ、夏みたいです。だから本当、だから僕が5年前に買った時と値段が倍近くになったんですね。車のエチオスってもう売ってないんですけど、まあ、日本で言ったらビッツですね。それが当時180万ぐらいだった、日本円に換算したら。確かそのぐらいだと思う、ところが今トヨタで一番安いやつが、これ何だったっけ、これヤリス、ヤリスの、これはセダンですけど、今のトヨタのヤリスのハッチですね、ハッチバック、それが300万ぐらいするんですよ、その一番安いやつがね。だからこのインフレがやっぱりブラジルすごいっていう感じですよね。5年間で倍近くの値段になるわけですよ、その新車価格、同じクラスのものを買おうとすると、まあ、世界中がまあそうなってるかもしれませんけどね。お、これ BMW だ、これはすごい。だから僕は不思議なのは、こんな車高いのにバンバン走ってんですよ、この田舎のマリリアでも。結構新しい車も、だからやっぱりこの貧富の差がやっぱり激しいんかなと思いますけど、にしてもよく走ってるから、なんていうんですかね、まあ無理して買ってる人もいるみたいですけど、不思議です。それにしてもいろんなローンもあるんですけど、中には車買ったけど、買ったはいいけどガソリン代が払えなくてみたいな話も聞きますけど、にしてもちゃんと走ってますからね。まあ必需品ですからね、車、ブラジルは。あ、こういうね、ボロボロになっても走ってる人います。そういうのはね、ブラジルのいいのは16年ぐらい乗ると車検がいらなくなるんですよ。車検フリー、自動車税もフリーになるんです。だからそういう人もいます。まあ排気ガスとか出放題だと思うんだけど、まあブラジルの決まりなんですよね。16年だったと思うけど、経ったら全部フリーになるんです、税金が、車の。その代わりちょっとね、長距離とか怖いですよね、止まる可能性が高いですから。だから僕の今のエチオスを売ると多分90万ぐらいになるんじゃないかと思うんですね。本当はもっと高いけど、だけどそれにボーナスつけてくれるかもしれない、新車買うんならっていうことでね。まだ交渉してないんですけど、まあ今年最低来年までに買いたいと思ってるんですけど、まあ高くて、それが問題で、この本山にね、退職金を担保にお金貸してくれないかって言ったら貸してくれるってことになって、でも退職金で返すんじゃダメだと、毎年返してくれということになって、結局、まあ、年に一度手当があるんですけど、それから、毎年引いてちょっとずつ返していく。その代わり退職金はまあまあ残りの分は退職した時に返すみたいな感じですね。そういうで、7月末にそういうハンコを押してね、契約したんだけど、未だに着金しないっていう、入金されないんですよ。
まあ、それがまあまあすぐ買うわけじゃないからいいんだけど、にしてもねやっぱり心配じゃないですかっていうことを昨日言いかけて、もう時間がいっぱいいっぱいになったんで、でもまあ無利子なんでね、あんまり強く契約したからすぐ送ってくれとあんまり強く言える立場じゃないんでだからあの恐れ多いんですが、まだ入金されてないんですがみたいな感じで言ったら、なんか忘れてたちょっともう言ってるんですけどみたいな感じで返事がありました。ということはまあまあいつかは入金してくれればと思ったけど本当にだから入金されるまではまあちょっと交渉もしづらいっていう感じですよね。なかなかこう借金っていうのはね、親に借金したことありますけど、あと日本のアイフルでしたっけ、なんかあるじゃないですか、なんか公衆電話のでっかいみたいなのに入って人に合図借りれるっていうやつ、あれで一回1万円借りたことあるんですよ。でもあれも良くなかったね、すぐ返しましたけど、たまたまお金がなかったって借りてみたんですけど、飲み会があって1万円良くないなと思いました。借金中なのね。でも今ブラジルのカード持ってるでしょ。そうすると何ですか、借金しませんかみたいなよく来るんですよね。あなたの何て言うの、商売ですね、商売を助けるために融資しますよ、いくらまでならみたいな雰囲気きますね。高いんですよ利子、高い 10% 近く取られる、恐ろしいよね。だから商売してそれをね、お金融資してもらって儲ければ利子を返しても、なんちゅうの、それが、まあ、それ以上儲かるんだったらいいけど、そうじゃないんだったらただ借りるだけ、ただ使うだけだったら、その借金するっていうのは怖いことやなと思いました。だからゴンザンはまあ無利子で借金してくれるんで、まあね、まあありがたいわけですよ。でもお願いです、早くお願いしますという感じです。はい、というわけで、まあ、またしばらくしたらちょっと落ち着いたら、今お盆で忙しいんで、落ち着いたらファビアといろんな車乗ってみて、まあまあ値段が、ね、決まってるんで、一番安いクラスの値段決まってるんで、だいたいそのぐらいの、でも300万ですよ、恐ろしいでしょ。いや、300万ですよ一番安いやつは。思わず声が小さくなってしまいますよ。というわけで、借金の話でした。それではまた来週じゃなかった、また今度、ただいまさら。歩こう一緒に歩こう、ブラジル散歩、出会いの散歩。大丈夫かサラ、チャオチャオ。